以上。はい、じゃあ始めましょうか、そろそろ。はい、ありますね。はい、はい、皆さん。はい、こんにちは、風景写真家の佐藤隆です。そうだな、ちょっと前に、写真展をね、ここでやらせていただきました。今日はその写真展をやらせていただきました南浦和の、カメラの高精度2さんにお邪魔しております。はい、2週間前にね、オープニングの写真展を私がさせていただきました。今回は、地元でそのギャラにできたギャラリーを応援するって意味でね、こちらで写真展を行った作家さんとギャラリートークをして配信しようという試みを企画しました。やばいな、これ読んでるな、文豪読みです。読んでるな、これ全然ダメじゃない。文豪読みです。そうですか。でもね、その、まあ、まずはそうやってギャラリートークをやって、こういろんな方にこう来てもらおうという、そういう企画を立てましたのでね、今日はその第1回目の写真家さんの、藤田さんと、ギャラリートークをやってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、入門してないのに破門された佐藤さんに藤田と申します。よろしくお願いします。飲み屋で飲んでる時に急に破門って言われたんですよね、もうなぜか。だからその時は戸高さんがいて、あ、言っちゃったけどT さんがいて、はい、T さんがと一緒に飲んでた時に、藤ちゃん佐藤さんを追っかけてないよねって言って、僕がうーんって言いよどんでた時に、佐藤さんがハモンという藤田です。よろしくお願いします。はい、ごめんなさい、いきさつがあったんですけど、でもそういう藤ちゃんもね、本当にいい写真を撮るなって撮るなっていうふうに思うんですよね。今回のこの、はい、東京、今回のね、この東京観光、この写真展のね、コンセプトっていうのはどんな感じなんでしょうか。ちょっと、まとめていただけますか。そうですね、今回は持ちましょうか。はい、まあ、まあ、フィルムで撮った写真っていうのはまず決まっていて、そして、東京の写真にしようっていうので、そこで場所を決めたっていう感じですかね。で、そして選んで、で、そうしようと思った時に、まずこのタイトルの東京観光っていうのだけポッと思いついたんですね。まあ、あの観光っていうのはやっぱりフィルムにこう光をね当てて像をこう記録するっていうことなんですけど、まあ、僕もあの北海道出身で、東京の街っていうのをこうブラブラ歩くっていうのが、あの非常に何て言うんですかね、商店街みたいな歴史を感じるところっていうのが非常に、北海道だと意外となくて、まあ、そういうところは面白いなと思ったんで、まあ、それをメインにもした写真だけ集めようというのがコンセプトで、今回こういうふうに10点選びました。はい、はい、わかりました。はい、先ほどね、私もこう来てさーっと見せていただいたんですけど、やっぱりこう見た感じフィルムを愛しているなと、フィルムのこう色が出てるなという、なんかそんな感じで思ったんですけど、直人さんいかがでしたか。プリントしていて、こうフィルム感というのはどういうところに気をつけてプリントされたりしました。質感、奥行き感ですかね。奥行き感出ましたか。そうですね、一番感じたらこの写真が、うん、奥行き感が、あのモニターとは全く違うなっていうのが一番感じた写真ですね。モニターと違う、どの辺なんでしょう。クッキー、なんだろう、そうですね、いや僕もあんまり、うんうん、まだその正直そのこういうところがやっぱ違うねっていうのは、うんうん、詳しくは言えないんですけど、なんていうんですかね、やっぱりまあ、プリントしたっていうこともあるのかもしれないんですけど、うんうんうん、やっぱり、まあ、光がこうどうしてもモニターだとこう後ろからやっぱ光が当たってる関係で、うんうん、まあ、ちょっと平たく見比べるとやっぱ平たく感じるなっていうのがあって、うんうんうん、こういうフィルムなのか、まあ、プリントしたからなのか知らないですけど、さっき佐々さんが言った奥行き感っていう面ではこれが一番感じて、うん、で次にこの写真が、直人さんがいろいろ僕の手を希望を聞いてくれて手を加えてくれた
写真 で、でこれに関しては、ここの光のところをもうちょっとこう強調したいいんだよねっていう話をして、この、まあ、お花もちょっと少しもう少し明るめに欲しいなってお話ししたんですけど、多分、ただ明るくするだけじゃなくて、違う手法でそう感じさせるようにプリントしてくれたんですよね。で、そのことによってこのここのこの3段のこの奥行きと手前とお花ってこの、ここがテストプリントから2回目出てきた時にバーンって違うものが出てきて、そういう意味ではこの立体感というのはこの2点がすごく、絞りだとか光だけではないその奥行き感というのがこのプリントにすることによって初めて現れたっていう、そんな感じですね。この写真なんだけど、ちくしょうと思ったのがね、洗濯物なんですよ。洗濯物と軽トラの写真を撮られたら日本一の佐藤なんでね、ちょっと洗濯物が入ったのがね、やられたなってね思った感じなんですけどね。そう、そう、ちなみに僕はね、軽トラじゃなくてね、自転車をね、入れるのが結構癖なんですよね。ここにもありますしね、そうなんです、ここにもあるしね。でもそう、なんかこう路地のところにこう出てきてるのは、これもこれもなんだろう、光がスーッとこう奥の方から届いてきてるっていう、こう写真がなんか多いなというふうにも感じたりするので、何か自分がこうそっちの方に歩きたいとか、何かそんな思いを感じながらの光の入れ方ってあるんでしょうか？そうですね、やっぱりもともと私明暗さのある写真っていうのは結構多いんですよね。だから、まあ、これもそうなんですけど、こっちもピュッてこう光がビュッて入ってるとかっていうのを、まあ、確かにそういうのを意識して、まあ、それにちょっと、まあ、なんていうんですかね、魅力を感じてっていうんですかね、面白さを感じてやっぱり撮っていますね。はい、10枚選ぶ時の選び方としては何か苦労したこととかって何かありますか？パッと10枚決まりました？まあ自分の中である程度こう こんな感じでこんな感じでこんな感じでみたいな写真を選んだんですけど、選んだっていうかその条件をこうパッと思い浮かんだんですけど、9枚までは決まったんですよ。最後の1枚がこの中にある。そうなんですよ、9枚最後に加えたのはどれだろうな、これかな。それはね、結構初めて適当でしたね。はい、何でしょうね、一番このね、メインビジュアルにしてこの写真が一番最後に。あ、そうですか。決まったんですよ。最後なんだ。これ一番最後なんだ。メインビジュアルなので何か意味があるかなっていうふうにも思ったりもするし、むしろ最初に決まっていたのかなと思ったらそうでもないんですね。そうなんですね。なんでメインビジュアルになったんですかね。最後に選んでながら。まあ、たまたまっちゃたまたまなんですけど、まあ、文字も結構ここがインパクトありますね。あって、まあ、並びを考えた時には多分真ん中ってなったんですよ。そうなった時に、まあ、真ん中にあってたものが、まあ、メインビジュラーのがこう入ってきた時にパッとここへグッと、まあ、目立つかなっていうのもあったし、まあ、ポスターを自分で作った時に文字がすごく入れやすかったそこなんですか。そうで、文字これで、あ、これでやってみようかなと思ってパッパッパッって文字をこう入れてやったらすごくハマったんで、あ、じゃあこれっていう。あ、そうですね、感じでしたね。何かこうここに消防署なのか警察署なのかそんなのがあるから、何かこのコロナ時代に何かを思いを感じてそこにこうぶれた ぼやかした中に何かこう時代をこう描写してるのかななんていうのを感じたりもしたんですけど、それは別にない。そうです、その通りです。深読みしすぎですかね全くもってその通りですかまあいいや、まあね、でもこのやっぱり 写真した時のこの文字の強さっていうのがやっぱりこう人を引きつけると思いますし、これ多分みんな見てても思うんですけど、日本語この標識もそうですし、日本語が結構あちらこちらにあったりとかするので、そこの写真の集め方の面白さっていうのもこう全部をね見た時にね感じさせていただきましたよね。つくだにとかね、こういうのも本当にやっぱり日本語があって初めて写真の面白さとかまた浮き出てきたりするなと思うんですよね。これよく見ると水飲んでるよね。そうです、なんか本当にこう多分、まあ、順序がこう来るのかはなんかわかんないですけど、なんか最後の光のところでこう水を飲んでる鳩を見た時に、なんかこうイメージを込めてるのかななんとも思いましたが、まあカラスなんですよ。カラスか
真家をこもらすそうで、これはね、そうですね、あの、まあ、水たまりあったのは当然気づいてて、うんうん、でカラスもこの辺にいたんですよ。でトコ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 歩いてきてて、で本当は思い描いてるカラスの形ではなかったんですけど、もうちょっとカラス的な形になってほしかったんです、うんうんうん、なんですけど水の方の方にこうトコトコ歩いてきて、あ飲むなこいつこうやってずーっとこうやって待っててバチッて、あ予想してそうなってほしいと思った。そうです、ね、はい、写真ってそうですよね、こうなってほしいと思うと結構そのようになってくれたりしますもんね。意外とだから、まあ、これもそうだし、まあ、これもそうだし、うん、まあ、これもそうだし、大体あ来るなとか、うん、こうなるなみたいなの、うん、この写真もなんかこうやって後ろ見たら親子さんに歩いてきたって、あ絶対こう入ってくるなと思ってこう待ってたとか。そうなんですね、うんうん、そうとか、これは逆に人がすごい歩いてたんですね、これね、本当は、うんうん、ガンガン歩いてて、いや人切れないなと思いながら、だ切れたバシッって撮ったっていうあのこの写真がね、こう桜の写真と標識の写真っていうことで、もう本当に大好きなんですよ、こういうのこういうのこの手のものに惹かれてこの手のものをまとめ上げる力って簡単じゃないと思うんですよね。こう見てても本当にこう都会の中の春が来たっていうのをまさにこう表現しているっていう、見つけた時はやったっていう、そうですね、春だぞっていう、そうこれ今年なんですよね実は、うん、今年の2だからもうちょうど本当に緊急事態宣言直前ぐらいの早咲きの桜が咲いてるっていうのを、うん、あのまあ、SNS に引っ掛けて、ああじゃあここ行ってみようと思って、うんうんうん、取りに出かけたんですよね、うん、でまあ、うまい具合にあったんで標識の横にあ面白いなと。そうですよね、うん、そう、はい、思って撮りましたけどね、はい、うんうん、はい、10枚をこう並べて皆さんに見ていただいてるその感じっていうのは、うん、夢だった写真展をやる印象っていうのはどんな感じですか？そうですね、まああのなんていうかカメラあっち、そう多分あのまあ何かにも僕言ったか書いたかしたんですけど、本当はあのまあ私撮ってるのこういうただの写真なんです本当に。であんまりこう大きく伸ばすとか全然イメージは全然してなかったんですけど、こうそれをまあ本当に高瀬戸さんが本当に作品ってだから作品作りをしてくれたのは名本さんだったりするんですけどに作ってくれたと、もうそこまでこう昇華してくれてるっていうか、うんうん、これがすごいなと思って見てて、でそのやり取りがすごく、まあ、楽しかったし、まあ実際こうやって見てみると、うん、まあ自分も勉強になったし、だからまあデジタル、しかしまあ逆に言うとあんまりそのフィルムも、まあ、データ化してるんでデジタルなんですけど、まあ、本当のフィルムの色もご存知ですし、うん、だからそれをこう教えてもらいながら、だから今回は本当に逆に色調とかもいじってないんで、だからそういうのは非常にこう大きくすることによっても勉強には本当になりましたね。一緒に作っていくっていうそんな感じなのが感じられたんですね。本当素材があって、うん、料理していただいたって感じですかね、本当にいい素材も持ってたのね。いやーどうなんですかね持ってたよねこの高瀬戸通さんのねギャラリー、トークの企画は10組限定でやるっていうことにしているんですけど、すでにねもうこのギャラリーでの写真展示は富士ちゃん含めて4組が、決まっております。でね、先着順ですのでね、どうぞねお早めに、申し込みいただけたらと思います。そして今は、富士ちゃんが、写真展をやっております。次回あみやもちゃんみやもちゃん、はいはい、次回は、宮本ちゃんがね、力作を準備して直人さんと、はい、直人さんと同じ形でやってくるんですね、はい、どんなテーマでやるんですか？見沼田んぼの、まあ、風景というか、まあ、あのなんとなく雰囲気が伝わるような写真を集めています、はい、
楽しみにしておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。お客様の、カメラの向こうのお客さんも、公開日を。みやもちゃんの写真も見に来てください。富士ちゃんの写真もやってますんでね。はい、僕は、はい、24日までですね。で、その次が25日から8月の7日まで。はい。どうぞ、はい、カメラの向こうの皆さん、富士ちゃんの皆さん、ありがとうございます。はい、じゃあそういう感じで、はい、そんな感じですね。はい、中村、はい、一言、はい、最後してください。そうですね、はい、一応会期は24日までやってますんで、で、まあ今フィルムカメラは非常にまあブームが多分来てるのかなと思うんですよね。なのでまあフィルムに関してもそれを SNS にのあ、アップできるようにデータ化してくれるのも全部高精度さんでやってくれるので、ぜひご相談していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、今日から2週間、はいはい、頑張ってください。ありがとうございます。